こちらですね、メンバーオンリーの、スペシャル特別なイベントが催されます。そういったものを今回用意してくるんじゃないかなと私は読んでいる。どんな感じでやってたかというと、Hi guys, welcome back to my channel, コニーです。隣ビデオ歌、モーションデザイナーをするクリエイターコニーです。ということで、今日もですね、XG の回でございますけれども、本日発表がありました。XG、アルファズアミューズメントについてちょっとお話をさせていただきたくやってまいりました。ということで、何この美人、お前が一番アミューズメントやんっていう感じで突っ込んでいただいても構いません。空気もあったら XG コニーです。ということで、発表があったんですけども、何かと言いますと、まあ、アルファズアミューズメント was announced earlier to celebrate the first solo performance in Japan on November 26th ということで、まあ、11月26日、ソロの、単独公演ございますと、っていうことなんですけど、ね、それにちなんで、なんとなんと、それをお祝いするような形でアルファズアミューズメントっていうのが今回発表されたんですけれども、こちら公式にというわけではなく、アルファズのファンクラブのアプリで発表がありましたと。で、これはいわゆるショーケースをお祝いしてのものなんですけれども、何が起きるのか、ちょっと他のグループのあれをね、写真を使って、参考例なんかを使って、私なりの予想ですをしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんの予想するところ、これは一体何なのか、ちょっと勘の据えるアルファズ、ぜひコメント欄で書いてみてくださいませ。ということで、で、こちらですね、詳細はまだ明かされておりませんけど、ロゴ見た感じめっちゃアベンジャーズっぽくねみたいな。ディズニープラスでよくあるマーベル系の映画っぽくねって思ったんやけど、でこちらですね、 XG ニュー DNA ショーケースを、まあ、セレブレートお祝いするために行われますと。 A member exclusive special event will be held called Alpha's Amusement ということで、こちらですね、メンバーオンリーの、スペシャル特別なイベントが催されます。名前はというと Alpha's Amusement で、 Further details to be announced ということで、あ、この to be の使い方は to be continue と同じですね。はい、より細かい詳細は、後でアナウンスがされます。 Stay tuned ということで、楽しみに待っててくださいというわけなんですね。言ってしまうと、私の第一の予想を一つね、こちらはポップアップストアでグッズを売るっていうことで、2個目は衣装とか MV とかセットの展示会、どっちだと思いますかということで、なぜそう思うのかっていうと、今回単独公演ね、外れちゃった方結構いるんです。何回、計3回ぐらいあったんだっけあれが。で、ドショー、ダショーの、in Tokyo も、今回、全面中止になったんですね。知らない方、前回の動画くらいで上げたんですけれども、XG がチャンミナとビリーとライムライトと同じ日に出る予定だったんですけど、まあ、それも含めて全部中止になってしまって、まあ、聞いたところによると、まあ、私の予想も含めてなんですけど、チケットが思ったより売れなかった。で、チケット代がちょっと高すぎて、で箱が埋まらないみたいな感じで、結局まあ大赤字になってしまうような計算だったのかな。まあ運営側も結構見切り発車なところがあって、今回開催してチケットが思うように売れずで中止っていう感じです。はい。で、それも含めて、多分行けない方、今回単独公演が残念ながら行けなかった、当たらなかった方でも全員行けるようなポップアップストアを作ってグッそう販売するんじゃないかなって。でもただのポップアップストアじゃねえぞと。はい、XG のアルバムどこにあるかな。こういったおサンティーな、おしゃれな、やばいアルバムを作ってくるアーティストです、会社です。そんな単純なポップアップストア作ってきませんと。入った瞬間、まさにハリーポッタースタジオってあるじゃないですか。ハリーポッターの映画で使われた衣装だったり、私イギリスに住んでたので、それ行かずに帰ってきてしまったんですけれども、衣装だったり映画のセットで使われた小道具なんか全部ガラス張りで配置されているようなやつありますよね。そういったものを今回用意してくるんじゃないかなと私は読んでいる。で、ニュージーンズって、まあ第4世代、もう第5世代って言っていいのかな、のポップアップストアをちょっとお写真お見せするので、どんな感じでやってたかというと、パワーパフガールズっていうアメリカのアニメ知ってる方います？とコラボをして、まあ LINE フレンズとも、まあ提携して、ポップアップストアをやったんですね。これ中も結構すごくなってて、写真も撮れますと。こんな感じイメージしていただくといいんじゃないかなと思って、これが一つの候補なんですけど、グッズが販売される。
で、まあ、グッズを買うのってファンじゃないですか。ファンクラブ入ってる人たちじゃないですか。ね。だから、とりあえずファンクラブをエクスクルーシブオンリーにして、もしかしたら一般公開もするんじゃないかなとか思っているんですけれども、かなりね、ニュージーンズレベルだと、LINE さんとネイバーかな ?LINE フレンズとコラボして、グッズを販売して、で、結構価格もね、そんなに高くなく、iPhone ケース普通だったら 4,5 千円で売れるじゃないですか、ニュージーンズだったら。でも、なんか1000、2000円ぐらいの価格帯で売って、あ、安くないって話題になったんですけど、まあ、こんな感じでポップアップストアを含めた感じでグッズ販売もして、なんか写真も撮れちゃいますよ、みたいな。で、もしかしたらここに私の思ってる展示会が中にあって、MV で使われた衣装とか小道具とか入ってて、グッズも買える、衣装も見れる、これ写真も撮る場所がある、で、本人たちのサインとかがこう壁に書かれてて、それも読める、みたいなのが、全部、含まれていて、アルファズアミューズメントって呼ぶんじゃないかなと思ってて、もう横浜で、ピアアリーナでやるじゃないですか。そこの近くになんか場所取って、もう全部展示してとか、っていうの結構大変だと思うんだけど、結局この事務所優しいから行けなかった人のためっていうのも含めて、で、海外から来る方も多いじゃないですか。で、衣装とかさ、MV で使われた衣装とか小道具とかもさ、ハリーポッタースタジオと同じで見たい方多いと思うんですよ。日本人、そして海外アルファズ含め。それのためのアミューズメントパークを作っちゃうんじゃないかなと思って。でも結構なんかシューティングスターっぽいロゴだなと思ったんだけど、まあ、今回のニュージーンズの例を挙げたんですけど、いわゆる、まあ、もちろんね、結局ビジネスはビジネスなので、何か場所を取ったら、大きな場所で展示会をやるとなっても利益を生まないとダメなんですよ。で、今回の音盤もさ、もちろんそこまで言って激売れしたわけじゃないの。初動10万枚とか言ったわけじゃないんです。初動 4,5 万枚だったんです。もっと売れるかなと思ったんだけど、そこまでだったっていうのは現実としてあるけど、まあ、ストリーミングが強いし、海外フェスとかにも呼ばれてるから、そこら辺は全然皆さん心配しなくていいし、私も心配してないんだけど、まあ、グッズを作って売るっていうのは K-POP アーティストの、まあ、収益の中の一つだし、ファンに会って、まあ、公演をする、ライブをするとかで、ファンクラブの収益、そしてまあもちろんあとグッズだよね。で、海外の、ま、活動も多いから、その一つもエキシーは入るんですけど、海外活動は。で、この三つ目のなんかグッズ販売っていうのも、まあ、収益を上げるっていうか、利益を上げるって必要になってくるじゃない？だからそこの意味も含めて、で、ショーケースやるならついでにグッズも作って売っちゃおうっていう、まあ、ABEXのさ、言ってしまえば、思惑もあると思うのよね。実際そうじゃない。だって、資本主義に生きてる我々、結局お金を生まなきゃ何もダメなわけじゃんね。そうなんです。ということで、でも多分グッズはね、今回作ってくると思うよ。めっちゃかっこいいやつ。なんか T シャツとか、スマホケースとか、スマホリングキーホルダーとか、作ってくると思うよ。タオルとかね。で、それを、XG のことだから、単純に、テント張って、なんか、スタッフがこうやって、はい、21番ですね。はい、3500円です。どうぞ、みたいな。売り、そんな、安易なことはしません。そんな、ダサいことはしません。と、おしゃれなポップアップストア作って、それにも名前をつけて、アルファアミューズメントみたいな作って、グッズも多分ね、これより全然、ニュージーンズとかより全然なんかすっげえかっちょいやつとか作ってくると思うんだけど、で、実際にポップアップストア出るとするじゃん。家庭では全部、これ家庭の話をしてるんだけど、すごい妄想力だね、私。こんなかっちゅうしゃして、よく喋るわって感じなんだけど、アルバムとかも置いてあるわけで、現地でアルバムを買うとなんか特別なトレカがついてくるとか、限定アルファザミューズメント限定トレカがついてくる。ずこれアルバムもバンバン売る、ポップアップするグッズも売る、で、衣装とか展示会があるから、ついでに買うじゃん、来た人っていう感じだと思うんだよね。多分単独公演当たんなかった方がいっぱいいるから、それでもなんか何かしらのせっかく横浜とか東京の辺に飛行機に来ちゃった人とか、もう単独公演行けなかったけど何かしらのグッズ欲しいみたいな方向けに、ファンクラブ入ってる方なら入れますよみたいなイベントをやって、ポップアップストアするんじゃないかなって思ってる。まあ二つ目に言った展示会だけど、それも含めてポップアップストアにするんじゃないかなって感じです。だって衣装さ、カムバックこれだけしてるじゃないですか。XG。で、衣装をさ、あれだけ作ってさ、着て終わっちゃうのもったいないし、展示会した方がよくねって思ったんですよ。ほぼほぼ映画みたいな MV 作ってくるし、トペットショーのそうだし、シューティングスター、レフトライトからもそうだし、すんごいかっこいい衣装で、MV とかセットで、ティッピートーズの時さ、棺?棺桶って言うんだっけ?コフィン?あるじゃないですか。棺とか使っ、あれも多分展示とかされて、あとなんだろう、ジュリアちゃんが、TGIF で乗ってた、
オオカミの乗り物、あれ CG だったんですけど、あれもしかしたら置物で作ってくるとかあるかもしれないし、ニューダンスの時に出てきた一つ目小僧の人形が販売されるとか、そういうのも想像するだけでさ、ワクワクしないっていう感じなんですよ。多分ね、ポップアップストアプラス展示会、そしてサイン、写真フォトシュートブースとか含めたアミューズメントパークを作ってくる感じだと思うんだけど、どこでやるかわかんない。ぶっちゃけピアリーナでやるんだろ、そこら辺の近くで作って、ライブの終わりに行くとか、ライブの前に行くみたいな、昼公演の人は終わった後に行くとか、夜公演の人は、公演始まる前に行くとか、そういった感じで、単独公演安いから、4400円だから、まあ、手数料含めて5000円ぐらいだけど、ついでにグッズも売れればさ、売り上げ出るじゃん。で、次の MV の制作にもなるし、XC 自体、音盤が普通だったから、売り上げがね、予想、どんだけ予想してたのかわかんないんだけど、まあ、もともとシューティングスターやつられた時、全然 CD 売ってないし、売り切れですみたいな状況になってたから、音盤はあんまり売る気がないのかなと思ってたんだけど、今回に関しては結構渋谷での、プロモーションとかもあったので、売る感じで来るのかなと思ったんだけど、まあ、なかなかね、まあ、ストリーミング女王だから、なかなかそこまで音盤売れなかったので、グッズだよね。グッズで結構回収しに来るような感じをしていると思って今回グッズの予想してる。皆さんどう思いますか？で、キティのイベントがあったんですけど、XG をかけてくれたみたいです。うん。で、BMSG っていう BE:FIRST の事務所さんのノベルコア君がここにいたっぽいんだよね。で、多分サンリオなんだよね。サンリオ関係のイベントで、キティちゃんが DJ してるんですけど、シューティングスターをこちらの DJ ブースで流してくれて、ぶち上げ案件だったそうです。ということで、まあ、なんかアミューズメントって書いてあるし、で、アルファズだしファンの名前でしょ。ファンが楽しめるアミューズメントパークイコール展示会ポップアップストアみたいな感じで私は予想しておりますが、皆さんどう思いますでしょうか？ということで、ベラベラ喋っていきました。こんなビジュアルでごめんねということなんですけども。多分ね、XG だよね。ラップの曲の MV 多分、今月、違う、来月は11月出ると思うんだよね。出ると思いますので、そちらも出たら MV のリアクションとかしていきたいと思っております。ぜひ単独公演今月末、来月末だ、ありますので、ぜひ健康には気をつけて、寒くなってまいりましたので、半身浴とか、お風呂とかしっかり入って、生姜の紅茶とか飲んで体を温めて、人生を満喫するアルファズライフを続けていってくれると嬉しいなと思います。ということで、Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. Goodbye!